あ、全然 OK です。はい、ぜひぜひ。実は縁があってね、はい、もうぜひその流れで来週どうなったか、そんな中でいけるね。はい、ちなみに動画で撮って YouTube にアップしてます。大丈夫です。はい、全然大丈夫です。化粧してきてない。化粧してきてない。そのちょっと、あ、そうだったんですね。 J リーグできた時は、いや、サッカーです。あ、 J リーグできた時です。はい、僕 J リーグできた時に、はい、ジェフってもともとジェフユナイテッド習志野屋のフランチャイズだったんで、はい、で僕習志野なんですけど、はい、超喜んでたら、はい、地元のいろいろトラブルがあって、市原に行っちゃったじゃないですか。さらに遠くなってっていうのがそれでがっかりして応援しなくなっちゃったんです、はい、あ、そうなんですか。でうちの坊主がサッカーやり始めて、はい、プロが見たいって言い出した時に、はい、さあどうしようかって、サッカーの応援っておっかねえっていうイメージしかなくて、あ、まあ、いろいろとチームによって違いますけどね。そうですよね。まあ、でじゃあ、ジェフユナイテッドだったら近くだし、はい、とりあえず行ってみる、はい、っていうのが何年か前で、そっから結構もうハマって、あ、そうですか。かなり、はい、どっぷりゴール裏に行くようになりました。いや、福割はいいスタジアムですね。あ、そうですね。はい、ね、いいっすよ、いいっすよ。本当にいいと思います。だからなんか、そのジェフの件で、はい、J リーグからかなり離れてしまっていたので、J リーグなんてさみたいなところ、まあ、ちょっと気持ちとしてはショックですね。あったんですよね。だから海外サッカーとか代表戦とか見てたけど、はいはい、いや、これ J リーグ見てみるとこんな面白いんだとか、はい、今年なんかもね、結局最後のこの間の浦和のアディショナルタイムで追いつかれてね、ちょっと優勝厳しくなっちゃったよみたいなのとか、ね、ありますよね。最上にこの最後の2つ説っていうのは結構かなりいろんなことがありますからね。ジェフユナイテッドも最後の最後に3位上がりましたもん。いや、まあプレーオフ、山形ですけど、まあ、この間は天皇杯のね、借りを変えたら、すげえ盛り上がってた。すげえ盛り上がってた。そのままラジオやっちゃうけどどうか。全然いけないから話だけですけどさ、ね、今日打たないのとか今日打たなしてサッカーでも日程的にやっぱりジェフの方が有利じゃないですか、今。と思います。まあ、勢いはモンテディオあるけど、でもまあ、でも冷静に考えたら。神がかってるのと、いやー、マギシすごかったですね。あとは、ジェフは昇格プレーオフがどうも苦手なんですよ。ああ、まあそうですね。毎回初年度の国立行ってたんですよ、はい、大分とも、はい、あともう何分で、あと何分でもう昇格っていう時に結構、はい、やられちゃって、はい、うちの坊主と一緒にいたんですけど、はい、うちの坊主国立競技場から駅までの間、はい、一言もしゃべんなかった。さすがに。隣だから行けないよとかやるから、いや、ちょっとジェフ頑張ってほしいんですよ。でもそろそろね、応援しとかないと、なんか育成チームみたいになっちゃうから、すごいよね、嫌だよね。終わった？終わりました。一段落。また来週、また来週あったりとかすると思いますけど。来週だって8日だから昇格プレーオフが終わった翌日ですもん。そうですね。翌日ですもん。明けてですね。はい。大変なこともね。プレーオフとあと J2J3 2回戦、そうだ、2回戦までやったりして、それもあって、あとは、優勝と J2、そうそうそう、そうだ、4つ全部いますか。集団的自衛権だったんだって。あ、そうですね。
と盛り上がってる感じですね。盛り上がっ安倍さんが閣議決定してどうも来週いないかもしれない。しか役に立っておいた方がいいよ。え、来ないの？でちょっといろいろと、もしかして僕一人でも大丈夫かなっていう。大丈夫よ。はい、はい、最初だけ来ないです。本当に座ってる感じも面白いから。どうぞどうぞどうぞ。とりあえず何でもかんでも。強かったから、ちょっと何その可愛さ、キュウ可愛い、ありがとう、ピンクだ、あああ、取れなかった、森山さんも女の子です、可愛い、これ元気っぽい、綺麗見て、これも可愛い、美味しそう、あ、いやいや大丈夫、私も美味しそう、そうなんですよ、店員さんの娘、全部ぶっ飛んで、全部ぶっ飛んでました、可愛いね、可愛いね、可愛いね、ビタミンカラーで、そうなんです、それを意識して今回、あ、可愛い、何よ、踏まないで、すっごい角度だぞ、俺ものすごい虹が上がるんだけど、そうだね、全体が入るので、一緒でね、お写真撮るから、超手前じゃないか、いいじゃない、すごいね、みんな入ったかな、はい、じゃあ撮ります、はい、ポーズ、もう一枚撮ってきます、はい、ポーズ、よし、みんなでこうやってみんなこうやってお手上げ状態、そうなってました、あ、ほんと、全然一切打ち合わせなし、いい感じするじゃないですか、全然そんな気になってないし、だって風呂上がりだったらしょうがない、全くモードが止まらなくてね、あ、そうダメだね、来年ヘナチョコになってしまうし、肩書きが見えない、結構顔出してますね、これって横後ろでしたよ、わかんない、回すから大丈夫、なんかね、後ろ形的にね、かぶるとね、ひどい今のね、マミやばい、バッサリ今のね、マミえ、なんかこの感じだけで見るとマミ